はい、どうも世界一ストイックな怠け者テッケテッケです。はい、調整上泉信綱ちゃん、昨日分析動画出したり、かなり気づいたら6本ぐらい動画出してましたね。いや、だいぶテンションが上がりすぎてましたが、タイマン戦の方は昨日見た限りもうものすごく強いということが分かったので、今回はデッキ戦ですね、やっていきたいと思いますが、昨日の動画タイマン戦やったサーバーが検証サーバーということもあって、戦力600万ぐらいの上泉信綱になっており、600万ぐらいのプレイヤーさんもねかなり多いと思うので、それはそれでリアルな映像だと思いますが、もう一つボリュームゾーンとしては1000万台ぐらいの戦力の上泉信綱ちゃん使ってる方っていうのも、このゲームめちゃくちゃプレイヤーさんとしては多いと思うので、今回 SKG メンバーの方に協力してもらって1000万台の上泉信綱ちゃんの戦闘映像も収録してきました。まずはこちら釈迦さんの上泉信綱ですね。1260万のプラス7覚醒、対してこちらは1390万格上ケイちゃんですね。100万ぐらい格上のケイちゃん、戦ってきましたが、まず釈迦さんですね、カンピを持ってるんですよね。このカンピを落とすと奮起がばらまかれるので、上泉信綱に奮起がついて防御力が爆上がりする状態となりました。これでもう雷害つけば防御力がすごいことになるんで、剥がせませんね、もうこれは。カンピがここでまた花開くかっていうところですよね。そして、釈迦さんといえばこの上杉謙信の受けがかなり手堅いというところで、だいぶ攻めあぐねてますが、この後上泉信綱のスキル1見ていきましょう。弱い子なんかは一瞬でやられますね。ただ残影で避けたりしてなんとかしのいでますが、いや、ケイちゃんも痛いな。狂乱化してたらと思うと恐ろしいですが、まだ狂乱化前だったので、なんとかケイちゃん生存しました。いきなり劣勢ですね。こちら弓将軍団になりますので、信綱ちゃん格好の餌食かなということで、こちら厳しい状況。タワルトタ出てきて、ただその育成不十分な相手はタワルトタで殲滅していくという形で盤面盛り返してきました。やっぱり HP が低い相手を狙うフィニッシャーキャラクターっていうのは盤面調整上手ですよね。でケイちゃんのスキルに見ていきましょう。タワラトータがいいバッファーになっちゃいましたね。攻撃受け止められて、攻撃回数としてはちょっと及ばずというところですね。最後範囲攻撃で上泉信綱に最後剥がしに行きますが、もちろん雷害は剥がれないと。そしてしっかりバフも持った状態、デッキ戦だとこのバフ盛り合戦ができるので、いかにバフを持って戦うかというところですが、こちらも祝福ギリギリでばらまいたのでダメージカット。いや、ダメージやばいな。今9000万9億どっちだ。いや痛い、ガンガンやられていきますね。しっかりバフが乗っかっていけば、殲滅力としては問題なくなるので、硬さがね基礎として信綱ちゃんあるんで、そこにバフなんかも乗っちゃうと攻撃力ベース防御無視攻撃が羽に跳ねちゃいますね。こちらのタワルトータもスプラッシュ攻撃、もうこれで戦っていくのがいいですね。スプラッシュダメージ、これなら結構通るんで、結構スプラッシュダメージで信綱ちゃん追い込みますが、なんちゅう硬さ。まだ復活持ってきませんね。いやー恐ろしい。一巡全く復活使わずに生存しきってしまいました。ただ盤面こちらの方が人数優勢で良くなってますね。さあスキル1、最強クラスの火力を持つケイちゃんの連撃でもってしても4回復活あるんでね、残されちゃいましたね復活回数。いや耐えきるか。信綱ちゃんのスキル1。さあケイちゃんの方が威力としては強いですが、信綱ちゃんは攻撃回数も多いので、そこら辺ですね。これいっちゃうか。いきますね。必中クリ巨乱セリフでねクリティカル出せるんで、火力も意外とたくましい感じになりますね。終盤最後の方はタイマン戦に近くなるので、この終盤戦に持ち越されてしまうと昨日のタイマン戦の悲劇が再来するというような感じでしょうか。昨日の5、600万の戦力だけでなく1000万台の上泉信綱も十分強いということは分かると思います。同様にタイマン戦においても、ちょっとめまい出し止めしちゃって先手取ってますが、結構ダメージ通りますが、やっぱり信綱ちゃん狂乱化すると必中なんで全く勝てませんね。これも1000万台のタイマン。今度はもう少し戦力上げて1700万の上泉信綱ちゃん、に対して同じく1700万の李氏で、こちらもタイマン戦ですね。亜美さんの上泉信綱、相手に先手取っていって殴っていって、しっかり1回落としますが、落ちちゃうとやっぱり燃焼や封印狂乱でならなくなっちゃうので、タイマン戦の李氏だったらもう上泉信綱で、スキル1でだいぶ追い詰めて、結構頑張ってますね。スキルこちらも2で追い詰めていきますが、最終的には手数の多さで上泉信綱が勝つと、先手取らせて勝つことが李氏相手にできるっていうのは平たく言って化け物ですね。ただタイマン戦なんで李氏相手には少し有利かなと。じゃあ昨日タイマン戦で数少ない相打ちになったモルドレッド、1800万少し格上モルドレッドを用意してきました。さあどうなるかってとこですが、モルドレッド先手で打っていって、これもやっぱり雷害状態入ってからの硬さが尋常じゃないですね。100万台まで一気に4分の1ぐらいになりました。から
信綱のスキル1、いや強い、はい、反撃していきますがダメージが全然出ず、はい、結局今回バリアもあるんでね、ここら辺の育成隊だと、はい、モルドレッドが先にコン負けするという形となりました。ここら辺なんかは昨日のデッキ戦と比べたら大きく違うところですね、まあ、バリアによってモルちゃんの死亡時反撃なんかにも少し抗う余地があるというだけで結果がちょっと変わってきますね。こんな感じで、はい、さあじゃあその上でデッキ戦ですね、はい、こちらリシー、先ほどと同じく1700万の利子で、アミさんの方は1700万の上積みの仏な、はい、デッキ戦でどうなるか、乱戦の中での信綱 VS 利子、はい、まあ、ちょっと今回利子が今1巡目は燃焼封印ばらまけてないので、はい、まあ、信綱有利といったところでしょうか。対マン戦の再来となるか、いやにしても強い、やっぱりバフがいっぱい乗ってるんで、はい、単純に復活後バフがなくなっちゃう信綱、はい、一気に葬ってきましたね、はい、これが結構デッキ戦のリアルですね。対マン戦の方はぶっ壊れでしたが、デッキ戦だと利子にバフをたくさん持ってしまえば、まあ、今回でいうと蓄力祝福が火力面としては乗っかっており、さすがの信綱ちゃんの耐久でも復活後雷害1個だけになってしまうので、バフの量で圧倒して落とすことができてしまうってところですね。信綱ちゃんが致死ダメージ無視とかであればここら辺もう少し耐久できたかもしれませんが、まあ、利子は雷害以外は生後剥がしができるんで、まあ、あとバフを持ってしまえば基本こんな感じで信綱ちゃんが圧殺されるという形になるので、まあ、特に知力値ベース防御無視攻撃や砲術攻撃なんかは上泉の物な耐性があんまりないのでダメージとしては通ってしまうと、まあ、ただ一応勝つシーンなんかもあったりして、はい、こんな感じで利子先手から打っていきますが、まあ、スキル2までかいくぐるかどうかですねの戦いかなっていうところで、はい、まあ、この範囲攻撃で相当してから利子狙い定めるところはさすがですよね、はい、1回致死ダメージ無視使わせて利子は残り3回、信綱ちゃんはまだ4回残ってる状態からまた利子が同じようにバフ持ってって、これがかなりやばいんですが、はい、1回落とされて2回、3回、4回と、はい、復活全部使わされ切りました。はい、他の上杉謙信なんかに攻撃が1発2発それたので、はい、そのおかげで生存ですね。はい、信綱ちゃんのスキルにはあのバフの量全カットされちゃいましたね。信綱ちゃんバフ剥がしができないので、やっぱりバフ優位取られてしまうと厳しいですね。はい、ただ2巡目、はい、この最後の方ですね、もう自利品状態になってくるとバフが乗らないので、はい、ここからは対マン戦の実力発揮できますね。はい、燃焼つけられちゃって抗議状態なられますが、はい、カットカット、はい、カットされて最終的には利子に、ここで負けちゃってますね、すいません、負けました、なんか勝つみたいな雰囲気出してすいませんでした。はい、ということで、まあ抗議状態の耐久もあって利子に逃げ切られるっていう形で、まあデッキ戦の中で抗議発動まで行くと利子の方が上かなというような印象ですね。はい、じゃあモルドレッドをどうか見ていきますか。はい、先ほどの利子の位置をモルドレッドに変えて戦い見ていきましょう。上泉の打つのは武将にはやたら強い神髄共鳴スキルを持っているキャラクターなんで、はい、モルちゃんにはどうなるか。はい、モルちゃんの致死ダメージ、死亡時反撃が上杉謙信に一発飛んでっちゃいましたね。はい、で信綱もう一回復活を使わされて、さあここからがどうなるか。さあモルドレッドのスキルに、はい、筋力値ベース防御持ち攻撃、いや全然効きませんね、全くダメージを消すということで、モルのスキルには打たれてないようなものですね、信綱からしたら。さあこの12回攻撃、さあ祝福のおかげで、あとバフのおかげでなんとかモルちゃんも耐え切りました。さあこれも2巡目突入ですが、そうなるとさっきのデッキ戦対マン戦と同じような結果に近づいていくのか。5ターン目、モルちゃんのスキル1、はい、まあ、ほぼ効きませんね。そしてこの7連撃、いや痛い、うん、強いですね。復活全然使わずの勝利という結果となりました。はい、私のハイカキンサーバーみたいに奥義解放しまくって個性が薄まってしまってるサーバーではないので、はい、割とリアルなダメージ交換が見られたのではないでしょうか。はい、ということで、まあ、1000万台の上泉信綱、実際の今主要のキャラクターたちとの戦い見てきましたが、まあ十分強かったですね。はい、で今度は戦力560万の信綱ちゃん、はい、で今回はデッキ戦ということで、はい、デッキ組んできました。まあ信綱ちゃんプラスバッファーのニピアンだとか鎮球の氷害とかで防御力上げるような感じはありますが、まあ、その他のここら辺の二次キャラクターたちですね、まあここ検証サーバーなので検証で登用してますが、まあ今回あんまり邪魔しないように、はい、全く育てていないので、ここら辺のキャラクターが戦局に大きな影響を与えるってことはあんまりないかなと。まあ強いて言えばウェンディが場合によっては味方に影光をつけるキャラクターなんで、まあ弱めの影光がつくかなぐらいですが、まあ小機敏の影光だと思って見てもらえればいいかなというところですね。はい、そしてやっていきますか。今回は SKG メンバー昨日急遽分析前編動画で募集したんですが、はい、もう一瞬で30名埋まりました。はい、でありがたいことにフレンドも100人ぐらい増えて、本当にいつも急遽お願いするのにたくさん集まっていただいてありがとうございます。殴らせていただきます。まず愛してアイアイアイさんいきますか。はい、ソンピン560万、プラスモルドレッド640万、いやいや格上のモルドレッド、まあほぼ同格ですね。 VS 上泉信綱の戦い、はい、ソンピン速攻で落ちましたね、500万台の。そしてモルドレッド、いやー雷害化してからが硬すぎる本当に。さあニビアンで暴走つけて、まあ、ちょっと暴走つけちゃうと受けるダメージ増えちゃうんで耐久心配ですけどね、あんまり相性良くないような気もちょっとしてますね、暴走。はい、あ、そしてウェンディの影光つきましたね、信綱に。
そう、雷害で自利品大するんで HP が低い相手に対するバフ、まあ、影子みたいなやつが結構飛びやすいのも面白いとこですよね。あの HP が低い味方に残影つけるとかいう、この前名前忘れちゃいました、副将ちゃん出てましたが、はい、そこら辺ともちょっと相性良さそうですよね。はい、そして戻ると一旦足止めしてる間に信綱ちゃんのスキルに見ていきましょう。うん、威力十分。はい、ただ死亡反撃でしっかり反撃してきますね。いや、これどうなるか、相打ちですかね。すごい戦いですね。1000万台の育成具合の信綱に続き、こちらの600万台ぐらいの信綱も同じような結果となりました。やっぱり戦局変わりますね。対マン戦みたいに何回やっても相打ちになるみたいなことには今回なりませんでしたね。ややデッキ戦になるとモルちゃんに有利取れるのか、まあほぼ同じでしたね。でももうあと少しで落ちてましたから。はい、アイさんありがとうございました。さあ、じゃあお次モーモーさんいきますか。クレオパトラ544万ということで、まあおそらく今回一番の天敵になるんじゃないかというとこですが、見ていきましょう。さあ、信綱に奮起つきましたね。いや、これはめちゃくちゃ大きい。あっと封印つけられました。はい、状態性今の時点ではないのでがっつり足止め食らっちゃいますね。さあ、暴走とミムつけて、ここら辺が、はい、暴走が奪われちゃいますね。はい、暴走奪われました。そしてコピーで剥がれない雷害なんかもコピーできますが、はい、緑バフの雷害は実はクレオパトラコピーできないんですね。青バフの雷害にならないとコピーできないということで、そうなればこの今の1巡目クレオパトラのスキル1を透かすことができるっていうのが信綱ちゃんのちょっと面白いところなんですよね。不遇だと言われた緑雷害がまさかのここでめちゃくちゃ生きているということで、はい、クレオパトラに雷害のコピーをさせませんでした。はい、それによってクレオパトラ防御力も上がっていないので、はい、攻撃が割と通るという状況になり、はい、まさかのデッキ戦、はい、こんな感じで味方の多さなんかも利用して攻撃ばらついたり硬さを作ってあげたりミムつけたりとか、まあ、そういうことをしながら緑バフをキープすることで苦手なクレオパトラ相手に雷害を奪わせないっていうトリッキームーブ、これ制作者も意図してないでしょうねきっと。はい、結局先手で、はい、殴っていって、はい、対マン戦の時はクレオパトラに負けそうでしたが、はい、殴り勝ちという結果となりました。まあ、もちろんこの結果については他の副将ちゃんたちなんかがいっぱいいて、信綱が早い段階で生後雷害まで落とされていればパトラちゃんに盗まれて余裕負けすると思うので、まあ、あくまで一例ですがこんな感じの勝ち方もあるのかと、まあ、だいぶテンション上がりますよねこういうの見ると。まさかあの使い物にならないと言われていた緑バフの方の雷害がコピー防止の最善手になるとは、もうどんだけ信綱ちゃん胸躍らせてくれるのかっていう話ですよね。いや、ドラマがありすぎる。じゃあニック司祭さんいきますか。ナタ500万、はい、プラス系もおよそ500万ってことで、 MR2 体。さあ、対してこちらは MR1 体で500万の信綱、はい、ナタ K と、まあ MR の中でも上位クラスの2人、まあ、K に関してはトップのキャラクター、弓将ナンバーワンの副将相手に、はい、このナタの耐久生かされてしまいますね。さあ、ナタ連携状態になると生後バフ剥がしてくるので、はい、暴走とかミム盗まれちゃいますね。さあ、これあんまり良くない状況ですね。あ、盗みはしませんね、すいません、クレオパトラじゃないんで剥がすだけですが、はい、この剥がし機能でもって殴られてどうか、はい、ランダム攻撃なんで攻撃散りますが痛かったですねやっぱり。ただその後カッチカチですね。はい、まあ、狂乱状態になると撃砕も効かないので、まあ、ナタの得意な撃砕きっかけの火力アップもさせずと、まあ、ただここまでピンチな状態から K の攻撃耐えられるかどうかですね。はい、まあ、そこまで敏捷地ベース防御虫攻撃や攻撃力ベース防御虫攻撃には神髄共鳴スキル的には強くないので、まあ、ただ狂乱でその前に行っちゃいますか。はい、まあ、ただ HP が低い相手を狙う連撃、ナタが必死に受け止めてますね。うん、K の早期落ちをナタが防いだ形になりますね。はい、これがデッキ戦の醍醐味。はい、そしてこの威力、いや、さすがの雷害状態でもだいぶ押し込んできますね。はい、ただ4回復活は伊達じゃなく耐え切っちゃいました。さあ、ここからナタ、はい、かなり強い範囲攻撃、ナタの範囲攻撃はトップクラスですからね。まるで連撃のような威力で信綱ちゃん1回復活まで持ってって2巡目。さあ、さすがにナタももう持たないか。いや、いいタンクですね本当ナタ、全部耐え切りました。さあ、こうなると、はい、狂乱もターンで切れて、ここから撃砕つくっていう、はい、狂乱2ターンしかないんで耐久力落とされちゃいましたね。いや、ただまあ K も限界か。はい、ただ狂乱切れてるんで、はい、余計がまだ頑張れますね。はい、レベル差20あるんでね、よく見たらやばいですねこれ、レベル差20よくやってますね。さあ、ここから K 撃砕箱を2つつけて、いや、こんなに手こずりますか。あ、ただ
はい、ナタケ組でもって上泉信綱相手に勝つことに成功しました。まあ、対マン戦じゃ勝ち目なかったケちゃんがナタというタンクを用意したことで疑似的に耐久を作り、信綱ちゃんをしのぐ結果となりました。まあ、特に信綱ちゃんの弱点としては狂乱が2ターンしかないので、敵戦みたいな攻撃タイミングがずれる戦いだったり、長期戦になると狂乱なしで敵の攻撃を受け止める場面なんかがあって、まあ、撃退や箱を被せられて落とされちゃうっていうような、はい、負け筋が出てくるっていうところですね。はい、これは前科近代で発生する事案だと思うので、もうこれ絶対覚えておきましょう。さあ、そしてココアさん、上杉嫁待ちということで、まあ、これだけ信綱ちゃんが強くなったらいろんなキャラの嫁期待しちゃいますよね。見ていきますか。はい、上杉540万の、はい、そこにコキビやダッキーなんかをしっかりバフ乗せてくるスタイル、はい、硬さをしのぐバフの量で攻めきれるか、はい、まずは露払い。さあ、こちらもニビアンで暴走つけて、はい、影子もまたウェンディつけましたね。いや、ウェンディ使ってる方今どのぐらいいるんですかね。はい、まあ、そこで影子は壊れて、さあ、信綱出てきて、そこに暴走だとか蓄力、はい、しっかり乗せられて、まあ、スキル2の火力かなり強いし、はい、影子も乗ってますからね。さあ、このバフ有利、あれパトラいるやん。なんかパトラいますね、ココアさん。これはちょっとだいぶ劣勢ですが、はい、聖護火力系剥がされて信綱に耐久されちゃってますね。暴走剥がされた上で援護で受け止められると、はい、ただ、はい、蓄力暴走込みのスキル2全然食らえませんでしたね。はい、こちらの耐久も万全と、ああいう感じですが、あれパトラいんな、はい、ちょっと騙された気分ですが、あんまり育ってませんね。はい、ダメージほぼ受けてませんね。はい、ということであれば少し冷静になれそうです。はい、スキル2、はい、パトラを落として、さあ、バッファーなんかも落としていって、上杉謙信バフかなり残ってますが、まあ、スキル2でバフ延長ができるんですね、上杉謙信。まあ、ただやっぱり連撃ということで1対1になったら謙信勝ち目ないですね。はい、押し切っちゃいました。これぞ牽制。ココアさん、ありがとうございました。じゃあ、ペチペチさんいきますか。可能 A 徳と K。 さあ、 A 徳680万格上、はい、から K ですね。はい、 K ちゃんは700万。さあ、 A 徳の知力値ベース防御持ち攻撃、筋力値が高い信綱狙い撃ちにするので、はい、デッキ戦なんかで人数に紛れさせても A 徳は関係なく信綱ちゃん狙ってきますね。まあ、そこら辺なんかが見ものですね。はい、しっかり蓄力つけて、はい、まだ狂乱状態になってない信綱相手に罪悪箱をつけてきますね。はい、十字もしっかりついて、はい、雷害化しますが、はい、雷害化してもダメージ全然通してきますね。さすが防止。はい、ただ狂乱化してからは箱も徐々もつかないので、はい、そこからは硬くなるというところ。そしてここから K、 うまいですね。めちゃくちゃいい流れ。はい、K も火力高いですね。ただこのタフさ、はい、狂乱状態になって、さあ、これ K 狙われたらピンチだがどうか。行っちゃうか。行っちゃいますね。うん、スキル2の12回攻撃、化け物級ですね、本当に。はい、もう最近出てきて、まあ、弓章ナンバーワンで、リシスラムをくじく、ケイちゃん、まあ、投与した人も多いと思いますが、あまりに早いメタキャラクターが出てきてしまいました。まあ、さっきみたいにナタでタンク作るみたいな工夫が必要になってきますね、ケイちゃん使いの方は。さあ、じゃあ、8月3、タワラトータ、座ってる子で固めました。ランゼロセカンドみたいな縛り方。うわ、テンション上がるわ、この縛り方。いいっすね。見てられますね。うわ、みんな座ってる。すごい。からさりげなくルシーになりますね。まあ、ただ200万でした。トータは580万と。まあ、タワラトータ、タイマン戦だと簡単に負けてしまいましたが、はい、デッキ戦になるとスプラッシュやってきますからね。はい、そのスプラッシュを信綱がどう処理するかっていうところですね。タワラトータ、まあ、だいぶ器用なキャラクターで腐りづらいと昔は言われてましたが、まあ、その理由としてはスプラッシュができるっていうところ。はい、ただ、雷害によってカウンターのめまいで一旦足止めされてる間に盤面が整理されてしまって、スプラッシュ材料がなくなっちゃうっていう、はい、特にこのルシーナ出したことで、弱い子処理しちゃうんですね。まあ、ただこちら4体まだ弱い子出てくるんで、うん、スプラッシュの餌はまだ残ってますね。ただこの12回攻撃、うん、持たない。はい、そこまで行かせないと信綱ちゃんの恐ろしいまでの執念感じますね。この復活や血虫大量回数の昨今、攻撃回数の多さは正義ですね。だからカンタさん、はい、クレオパトラ500万のデッキですね。さあ、前衛後列クレオパトラ配置さらからレベル差が40ありますね。今なんかミスるなと思ったら、さすがにこれは厳しいか。レベル差40で勝っちゃったらちょっとおかしな話ですからね。利子じゃあるまいし。さあ、クレポタのスキル1、はい、雷害コピーなるか。はい、雷害コピーしましたね。コピーしちゃうともう負けなくこんな感じで剥がされちゃうんで、防御力で負けて、はい、速攻で負けました。まあ、先ほど緑バフの雷害で耐久する場面映像に出しましたが、まあ、現実はこっちが近いですね。まあ、クレオパトラとの関係性は格上相手だとこういう感じになっちゃいますね。はい、そしてめちゃくちゃ難しい感じのこの方、これ相対と読むみたいですね。意味は雲がたなびく様と、はい、めちゃくちゃおしゃれな言葉初めて知りましたが、中身は天然ボケのテフちゃんってことでちょっと見ていきますか。はい、HP 647万のテフちゃん、いや HP ありますね。はい、から反射が得意とする白戦力500万、HP 700万ありますね。ガウェイン1100万いますね。これはもう刺しに来てますね。さあ、見ていきますか。まずはテーフですね、問題は。はい、テーフの天然ボケ。うん、めちゃくちゃ痛い。
さあ1回早速復活化されてしまいました。マテーフの爆弾は本当厄介ですね。はい、ノブツナちゃんに、さあガウィンここで出てきて、はい攻撃、いや強すぎる、よくカットしますねこんなの。ただテーフの方が厄介ですね。テーフの反射、はいガウィンになんとか逃げて、いやーと思いましたが、やっぱりテーフ殴って持ちませんね。いやどんだけテーフ優秀なんだって話ですよね。はい、まあノブツナちゃん、遠射ダメスキル今回強力なの入りましたが、その強力な遠射ダメスキルには HP 回復機能みたいなものはないので、まあテーフみたいなタンク系で何回も復活しながらカウンター反射してくるキャラクターを苦手とするんですね。はい、ガウェイン1100万よりテーフの方が怖いというテーフのポテンシャルの高さにただただ引いてます。今回数少ないノブツナちゃんの敗北パターン、まあテーフちゃん持ちの方は少し希望が持てたんじゃないでしょうか。ジンベイさん行きますか。はい、リシー764枚いますね。はい、からチョコメチャ持ち、リュービー持ちと、はい、まずは梅雨払いから、はい、リシー出てきて燃焼封印つけられちゃいました。つけられましたが、これは自分の行動のタイミングで剥がれますね。はい、なんで抗議化はやっぱりさせないという、まあちょっとここら辺の育成隊なんで申し訳ないですね。そこはリシーの抗議があんまり発動しないような育成隊での戦い今回お届けしてますが、もうちょっとリシーの本領発揮はなかなか見れないかなというところで、まあ先ほどそれでもリシー抗議化する映像、あの映像でノブツナ負けてますからね、まあ、もっと抗議化しやすい環境だったらさらに負けるのかなと。あ、というか負けました。はい、やっぱりデッキ戦になると攻撃がノブツナちゃんちっちゃうんで、タイマン戦みたいにリシー集中攻撃で落としきるみたいなことはなかなかできませんね。うん、リシーにはちょっと勝てない雰囲気ありますね。さすが最強キャラクター。はい、抗議なしで負けちゃいました。つまり抗議ありだともっと勝てないというとこですね。まあそうなってくると帰国し期待しちゃいますよね。おそらく味方にばらまくであろう生後花言葉、状態異常耐性を上げるとかではなく、デバフ自体を弾いてしまう生後バフ、味方にばらまけばリシーの封印や燃焼効かなくなるんで、帰国し期待デッキ見ていきますか。そのデッキの中にリシがいるっていうね。めちゃくちゃ皮肉ってますね。はい、青バラさんデッキ見ていきますか。さあノブスタちゃんめまい食らっちゃってますね一旦。はい、その状態でリシ出てきて、さあ、はい、封印や燃焼はやっぱり効かずと。で人数も敵今この場面少ないんで攻撃集中しちゃいますねリシに。はい、12回攻撃、いや攻撃回数多いな。はい、これは勝つやつ。まあタイマン戦に近づけば近づくほどノブツナが有利になって、まあ、タフなキャラクターが揃ってきてデッキ戦傾向になっていくとリシが有利になるといった印象で覚えておけばいいかなっていうところですね。プレイ始めたての方、中盤後半の方によってリシとノブツナの関係性は変わってくると。さあじゃあリシ妖精見ていきますか。雪村さん、はい、まず妖精に遮られますね。妖精のカウンターのカウンターライ外は私のものだと妖精怒ってますね。さあそして妖精のスキル1、はい、まあ全然効きませんねこの硬さ。はい、たださあどこまで耐えるか。いや、いい連撃でしたね。あと一発でノブツナ落とせましたね。惜しかった。はい、蓄力妖精ついてましたがめまい食らってたんで、その間に蓄力溶けちゃいましたね。はい、そのせいで火力としてはわずかに足りず落としきれなかったので2巡目、はい、ノブツナ先手で殴っていって、いやでも妖精で受け止めましたね。いやこれはうまい。はい、お妖精が意地の一撃見せましたね。いやこれはこれで胸圧展開。妖精2巡目スキル1ですね。神技状態になるとスキル1から攻撃力ベース防御無視攻撃が乗っかって、はい、地味に強くなる妖精ちゃん。そしてノブツナちゃんは攻撃力ベース防御無視攻撃には神髄共鳴スキルは固定値カットなんで、ダメージ取りましたね。はい、妖精での勝利という形となりました。じゃあ有利審査いきますか。さあパトラッシュクレオパトラと、はい、リシという苦手な2人、はい、今回一番の難所じゃないでしょうかこれは。あ、ただ1回パトラ落として、はい、流血返し食らいますね。はい、から、はい、リシ出てきて、うん、やっぱりある程度ダメージ取りますねライガー1枚だと。さあ早いところを固めてあげたいところ、パトラのスキル1、はい、ライガーコピーされました。うん、ただ防御力が勝ってるみたいで剥がされはしませんね。こちらの方が防御が上のバージョン見ていきましょう。いやただパトラに雷害ついてめちゃくちゃ硬くなっちゃいましたね。はい、そしてリシも抗議、いやこれはダブルできつい。稲葉ウサギがいたせいで燃焼ばらまかれてたんですね。はい、ここら辺の育成隊でも火力の低い稲葉ウサギなんかを使えばリシを立派に攻撃化できるということで、まあ、人数が少ないここら辺の育成隊だからリシは活躍できないかっていうと、無料配布された火力低い稲葉ウサギが実は鍵になってるんですね。リシデッキ有利心さんめちゃくちゃうまい。やはり攻撃化したリシには歯が立たないというところで、まあ、ダブルパンチですね。リシとクレオパトラまだまだナンバーワンの座は譲る気ないですねリシは。はい、じゃあミュウさんいきますか。鬼のちゃんいる。はい、でもメインは大谷氏800万の、モデルと500万とショーなんかもいますね。さあ見ていきましょう。はい、スキル1で追払いしていって、はい、大谷氏スキル1、はい、緑ライガイまで持ってかれました。あ、からモルドレット、いや硬い、1回も落ちてないですね。
さあただ蓄力とかをつけて、はい、バフ優位の形作っていけるのが出来線のいいところ。奮起もつけましたね。さあそれでも上から殴っていって落とす、落とすんか。さあそしてこの死亡時反撃に関しても意外とダメージそんなに受けてないんですよね。75万って、いや恐ろしい。はい、まあノブズナちゃん筋力値ベース防御無視攻撃には神髄共鳴スキルで対応できるので、はい、死亡時反撃だったりこのスキルになんかも全然食らってませんね。はい、ただこの大谷氏の12連撃、さあ大谷氏のこの連撃回数はだいぶ脅威ですね。はい、攻め切りました。うん、強い大谷氏。はい、奮起もついてて火力も少し上がってましたね。はい、大谷氏といえば防御無視だけでなく物理ダメージのパーセントも高いキャラクターなんで、こんな感じでモルデッドと組んで攻撃をそらしていけば勝機が出てくると。短期だったらきつかったと思いますが、はい、少しタンク系のモルドレッドみたいなキャラクターがいるだけで、実は大谷氏なんかも、まあ、最近株価急上昇してますが、ロブツナちゃん倒せる機会が出てくると。まあ、この前のクレオポトラ戦でもクレオポトラ大谷氏葬ってましたが、まあ、ノブツナちゃんの筋力値ベース防御無視攻撃や攻撃力ベース防御無視攻撃も大谷氏神髄共鳴スキルやサイレーで弾くことができるんで、まあ、元祖ガッチガチキャラクターの大谷氏、対マン戦だと厳しいですが、はい、タンク一体用意して勝ち切る形になりますね。はい、とつで終わりにしますか。はい、SKG メンバーのみんなありがとうございました。まあざっくり結果としてはこんな感じですね。まあ大谷氏良かったですね。であとテーフがやっぱり化け物でしたね。それと妖精の粘りも面白かったし、モルドレッドとの戦いは対マン戦とは違って勝ち越す形となり、クレオパトラとリシはかなり厳しかったですね。なかなか勝てませんねこの2人には。はい、とつでいかがだったでしょうか。まあ対マン戦の方は壊れ判定でしたが、まあいざデッキ戦になってみると、まあ、攻撃が散ってしまったり、対マン戦みたいに集中攻撃12発とか全部ぶつけることができなかったり、あと復活キャラクターなんで死亡時にバフが剥がれてしまって、まあ、敵の方がバフ優位になってしまったりと、ならではの動きの細かい機微によって意外と苦戦してしまう場面なんかもたくさん見られたと思います。まあ、特にこのノブツナちゃんに関しては生後バフ剥がしができないってとこが、まあ、昨日の分析後編動画でも話した通り、モルドレッドやクレオパトラといった同じ武将の中では不利なところになっており、まあ、そこがデッキ戦だと弱点として疲れてしまうっていうとこですね。まあ、とはいうものの武将の中ではトップ3ですね、モル、パト、ノブツナ、この3名が上に来るのかなという印象は変わりませんね。はい、めちゃくちゃ強かったです。まあ、ただこの後ですね、まあ、帰国士という周年キャラクターなんかも待ってますんで、はい、もう少し帰国士まで様子見れたら見た方がいいですね。ガチャ来るか分かりませんが、はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。するおす、おす、おす。